あの日、あの時、何かが狂い始めた。騒ぎの発端は蓮子様だ。またか。一人残らず打ち首にしてやればいいのです。政治を牛耳る殿の目掛けによって国は壊滅していた。男は目掛けを切った。しかし寛大な処分が下された。なぜ上様はわしを生かす、なぜ死なせてくれぬ。なぜ蓮子様を殺められたのか。現実は変わらなかった。お主のやったことが本当に報われたかどうかは疑問だ。自分の死に場所を見つけるために蓮子様を殺めたのでございましょうか。取り刺しという技は必勝の技だと聞いたぞ。取り刺し、必勝の剣を上様のために役立てろ。絶体絶命の時にのみ使いますので。邪魔する者は切る。お手向かいいたしますぞ。生きることも死ぬことも許されないならば、運命を切り開くまで。キリ必死剣取り刺し。